寝れない人っていうのは話と話の隙間をなんとか鼻歌でも何でもいいから埋めようとします。黙っておくことができないんです。お前怪我した指で俺を刺すな。怪我してる指でまでも刺したい。よっぽど刺したいもんがあるってことや。よく鼻歌歌えますよね。台湾でもずーっと歌ってましたわ。さんまさんのマネージャーさんという非常に近い方からですね、聞いたお話でですね、やたら漂白をされるという。要するに食器、茶渋とか、もう綺麗にしたいね、意外と。アメリカとか海外のホテルでもそれ使いたいぐらいやね。それをカバンに入れてたら、あの反応出て、俺ずっと取り調べられた。中穴。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。激しい。うわすごい。これじゃない、これか。ロシア。チデジ。チデジ。チデジ。君チデジ。チデジ。チデジはだって鹿ですよね。鹿よ。バニー。バニーでしょ。名前は？チデジ。チデフ、チデジフスキーとか使えへんの？ロシアのチデフ、チデジフスキーとか。チデジノビッチ。いや違う、いいチデジノビッチ。それな、クロアチアやな。あ、そうですよ。プリングのおっさん、ちょっと薄なってきた。これはこれは。新年明けましておめでとうございます。どこよりも早い正月番組。だから今日うさぎ年やから今年は。そうですよ。一応ね。プレイボーイイヤーですよ。プレイボーイイヤーって言ったってお前動けないよね。お前プレイボーイになれない人生やよな。なれない。じゃあお前動けないやんか。お前どこのグループは。うちのグループですか。ああ、うちのグループはもうあの家プレイボーイですからほんまやな。自分ちプレイボーイですか。オタクプレイボーイやよね。そうですね、プレイボーイオタクです。プレイボーイオタク羨ましいやろ俺。すっごい羨ましいですよ。すっごい羨ましいですよ。ありえないですからね。普通週刊誌が発売した同じ週のさんま御殿でもうネタにしてますからね。あのグリーンのなんかわけわかんないあのあれをバンバン叩いてますもんね。だからね、考えたらもう二十何年のお付き合いなんですよ、写真誌と俺は。ほんだらもうね、ぬど毎度とか抜かすんですよ。で、おお、もうごめん、載せんねやろどうせとか言って、はいとか言うからやな。タイトルな、受けるタイトルつけとけよって言うんですよ。そこにも宿題出すんですか。いや、もうそういう条件で、お前ら見出し見てポンと笑うタイトルつけて、いいとか言うようんだな。記者が腹立つリアクションしやがんねえ、いいとか言うて。いや、それはだっていきなり突撃で取材しに行ったら見出しで宿題出されるって。ほいで一度あの言うたでしょ昔、おっぱいもみもみ110分で、あれを俺がネタにして喜んでネタにしたもんやから、おっぱいもみ110分あれは良かったですよねと抜かすわけですよ。あのね、
何にもええことないと。俺あの時に俺はもうあの娘に電話入れてるんですよ、はい、あの前の家に、はい、あのすまんもし今あるがあれ忘れもせん今あるが中学校の時やと思うね、うん、すまんけども娘が見てね、まあ、お父さんがおっぱいもみもみ110本でどんな娘も耐えられへんやん精神的に分かるでしょ。俺だから本当に今同じ世界で活躍してるイマルちゃんを見るとよく頑張ってんなっていうじゃあ本当にあのよく頑張ってくれた子あの理解できないと思うねね俺の行動とか、生き様とかそれをね娘が、曲がらずに生きてくれたっていうのは、うん、非常に神様に感謝すごいですね、うん、俺が娘でお父さんがおっぱいを110分も揉んでたってもう俺も絶対俺はもう嫌やもん俺は嫌やもんってやった本人ですからねだからあのうちのもち俺の親父がね久しって言うんですけども久しが揉んどったら俺もう一生親と口利かやもん。うん、そうですね。もしそういうことが分かって、うん、自分に対してお前いい加減にしろいつまでやってんだって何か言われたら、うん、おめえだろ110分もんでんのって話なんですだから本当にお前らオタクプレイボーイは困るよな。だからいつもオンエアになってないけどスマスマで AV 持っていくよねお前らのために俺多分ねあのビストロの、ゲストで、はい、一番プレゼント悩んでる男やな出口俺な、うん何回もあいつに連絡するんでこれスポンサーと競合してないかとかマジやねんで俺どんだけ買いに行くかお前らのためにそれ AP の仕事ですだからあとのメンバーはそう外で遊んでないし、お前を選ぶとかがお前用にいつも考えんねんあいつこれ欲しいんじゃねえかとか。でもこの間のあれでビストロ来てくれた時、うん、もうだから始める前からあお前はなしっていう風に言ってたじゃないですか。そうやあのねお台場のレインボーブリッジ渡ってる時にね、うん、いつも木村木村ではなと思ったのよお前ね優勝できんかったことをすっごい悔やんでたけど、うん、あんなんで落ち込むなよお前テレビ番組やぞあれ。落ち込むまでは言ってないですけど納得できずにだって作ってる最中から言うんだもんお前はないわって言われて俺な優勝もないのに何作ってんだろうと思ってだからテレビ番組やからあくまでも、はい、テレビとして考えるお前えらい落ち込んでてお前いつも優勝できんかったとかそういう変なことあるとお前連絡してけへんからやなまあこっちが気使うねいやでも俺電話したじゃないですか。おいでなんかあれできれいっすねとかお前言うからやな。そしたら夜中11時半にそうやって一言なんすかあのできれいっすって言ったら悪いお俺が正しいと思うわなんでお前あれできれいっすですねあのね仕事離れてんねんスタジオであれできれいっすですねって言うたらまだやけどお前何日もだってからあれできれいっすですよねあれ何なのあの3日ぐらいの後悔は何なのお前あんなもんで買ったって一緒やろ。いや一緒じゃないですよ。だからだってもらえるかもらえないかかかってるんですよ。おうおうそれはでも俺女性が見たら、うん、何これっていうやつを、うん、プレゼントの中に入れとくのやめてもらえませんか。何を前入ってたでしょ。何をなんかロケットみたいなやつねえで俺も違う俺も言うとくぞおい出口に聞け俺な2週間ぐらい前からあちこち動き回ってんだぞなんで俺が2週間もスマップのこと考えなあかんねん思うぐらいあいつこれ欲しいんちゃうかあいつこれ欲しいんちゃうかとか思ってやなあれもあんなんも欲しいやろお前らオタクプレイボーイとしてはやなオタクプレイボーイだとしてもだってあれ俺使ったことないですもん。え使ったことないですもんありますかあれ。俺はあるよ今日は、うん、ちゃんとこう内容の濃い
話を。俺いつも内容ないっていうのか、そうしたら。内容なくはない。